ゴールキーパーが高橋、ディフェンスラインは小松、遠藤、長谷川と入ります。ボランチには西本と岩本、右に川崎、左が渡辺です。今日はワントップに重松、そしてシャドウの位置に青戸と中村俊太、ゴールキーパーが山田、ディフェンスラインは八木下、林道、そして大畑と予想しました。ボランチの位置には柴田が入って、右に松本、左が安藤です。2列目が松岡と佐々木、そして今日のツートップはマテウス・レイリアと高橋を予想しました。マテウス、ボールをキープしてこのボールを取りました。アウトが後ろに下げていって、前へ速い攻撃、中村俊太、ちょっとボールが流れていって、今度は左からの攻撃、渡辺がこのボールを持っていって、中にシュートを狙ってくる。ゴールキーパーの山田の正面でした。しかし佐々木も積極的に狙ってきます。佐々木が前にボールを出す、そして松岡、さらに出してシュートまでいけるか。高橋打っていきましたけれども、後判断で高橋拓也、今のこの松岡のスルーパス、後ろからも選手が上がってきて、サーブが前に追いかけてくる。ここでまたクロスということになりますと、中に入れてきた、さあどうだ、ヘディングシュート、決まった。マテウス頭で決めていきました。先制。松岡、マテウス、ゴールイン。素晴らしいゴールが決まりました、カターレ富山。もう一度川崎、松、そしてこれもプレッシング、さあ奪うか、奪った、さあ前に出ていく、安藤が出ていく、狙っていった、決めた、追加点。狙っていました安藤、この自陣でパス交換をするところ、これを狙っていました、すかさず狙った、安藤が見事な出足、最後は1対1、落ち着いて決めました。このカットです。長いボール、一度下へ落として、さあ高橋、そして松岡運ぶ、松岡運んで中入ってきて、シュートを狙ってくる、決めた。これも素晴らしいゴールです。松岡3点目、カターレ富山前半 3-0。 ここからこぼれたボール、高橋が松岡へ、そして松岡、相手のディフェンスを見て、最後はここ左足、富山の3点目となりました。右から松岡、後ろへ下げます、八木下、そして最終ライン、インド、もう一度八木下、そしてここでロングボール、さあ高橋、そしてスイッチしてシュートを決めて、安藤。ロングボールを入れてきました、こぼれたところスイッチして安藤左足、これが今日2ゴール目、安藤きっちり決めてきました。後半立ち上がり、少しずつですけれども圧をかけられてボールを戻されます。そしてラインを上げてくる富山、さあ右サイド、もう一度今度はサイドを変えてきて、ここで入れてくるが、どうだ、松本、わずかに枠を捉えきることができませんでした。松本航平、長谷川、大外に一度出して西本も絡んできますが、岩本、縦へつけてくるがシュート、重松もう一度行く、クロスバー、押し込んだが、これはどうだ、オフサイド、フラッグが上がっています。クロスバーからの跳ね返り、狙っていったんですけれども、オフサイドフラッグが上がっていました。さあ後ろへ戻
してゴールキーパーの山田から、さあ前にボールを運ぶ、スルーパスを送っていって、さあシュートまでいけるか、長いシュートまでいった、しかしゴールキーパーが直接高橋を抑えました。サンキに加入してこのフリーキック、さあ中に入れてきた、ちょっとボールを後ろへずれたところ、向こう側のタッチ、そしてここでボールが外に出たところで長い笛、試合終了です。今日はこのゲーム、小田切監督の初采配というゲームになりましたカターレ富山ですが、見事にこのゲーム、最初のゲームをものにして4対0、勝ち点3を手にしました。